さあ、それでは皆さん、二次方程式の解き方についてちょっと頑張っていきたいと思います。中3世の、二次方程式の解き方なんだけど、とりあえずですね、今日はね、もう中学始まったからね、ボケまくりですよね。全然ダメでしたね。復習して2学期なんとかしないとこのままじゃいけませんよね。もう2学期始まりました。大事な2学期、ここでですね、絶対頑張らなくちゃいけない。何があるか分かりません、今年ね。ぜひ一つでも、とにかく上げていく、どんどん上げていく、そんな努力、そして向上心、これが大事ですよね。頑張ってまいりましょう。ボケてる人多いね。さあ、そしてここですね、二次方程式の解き方にはいろいろあって、まずは、平方根を使う考え方でしたね。 x の14=15、とりあえずこう形を整えます。そしてプラスマイナスという形で、x=±√15。 ルート15は何も変わりません。ですからこれはこれで終了ですね。まずはこれ x の2乗に直しましょう。9分の7といたします。で、9分の7にしてプラスマイナス、こいつをしてあげますね。9はルート9になった時3になって有意数出てきますので、 x=±3/√7、分子だけがルートがつく、そんなような形になりますね。さあ、こちらもここ式なんですけれど、実際には上と同じパターンです。これ、結構注意しないと間違っちゃう、括弧を開けちゃう場合がありますよね。括弧を開けずに攻め続けましょう。 x-1=±7、-1 を移行します。x=1±7 ですね。プラスの時とマイナスの時と、これを計算しますね。 f と x はプラスの時は 1+7=8、 マイナスの時は 1−7=-6 というね、こんな2つの有理数が出てくるわけでございます。こちらも同じ、-13移行します。 x+5、2乗=13といたしますね。それで、残念ながらここもさっきと一緒でプラスマイナスルート13にします。±√13ですね。それで、5を移行しまして、とりあえず −5±√13、有理数を前にして持ってくる、これがちょっと大事なことですね。有理数を前にして −5±√13、こんな形でいきます。ただし無理数になった瞬間、これ以上計算できませんから、例えばこういう計算の煩わしさ、煩わしさ、そんなものはないということで、楽しん楽しんと思ったらいいと思いますね。さあ、こちらもどうでしょう。まあ同じような考え方です。ただしルート96、こいつを直さなくちゃいけない。ちょっとこの直し方気がつかなかったらちょっとチェックしておきます。ルート96ですね。もし思いつかなかった、気づかなかったら、素因数分解を仕上げます。素因数分解をすることによって48ですね。2で24、2で12、2で6という形になります。どんなことかというと、2の2乗かける2の2乗かける6ということでありますので、2の2乗というのは2かける2でルートの外に出てきます。それかけるルート6ということですから、4ルート6、2人が4ですね。4ルート6っていうことになります。ああ、なるほどね。ルート96はね、16かける、ね、6だったんだ、こういうことに気づきます。ですが、まあこんな形でいいんですよ。もう一回確認しましょう。 2×2× ここはルートになります。ルート6なので、 x+7=±4√6 という形で、最終的に、7を移行していきますよね。と x=-7±4√6 というね、こんな形になるわけですね。さあ、こちらはどうでしょう。基本的には、因数分解をかけます。まずはね、とにかくイコールゼロになってたら因数分解をしようというパターンを持ってきます。ただし、かけて15で足して9、残念ながらここは見つかりません。かけて15、3も15、因 1×15 で9にはなんないんですね。で、ここで何ができるかというと、解の公式を使う。解の公式、二次方程式解の公式を使ってあげる。解の公式 x=、ちょっとここに書きますね。 2a分の −b±√b÷4ac、 こんな形です。ちょっと代入しましょうかね。と x=2a分の a って1ですね、これ。だから 2×1 分のです。これが b です。-b-9±√b÷8 ですから81、
マイナス 4AC4×1×15 なので60という形になります。する程度 x イコール2分のマイナス9プラスマイナスルート引き算して21、21は3721ですからどうにもならんですよね。それゆえこれが答えということになります。同様にして7番も解の公式でありますね。かけてマイナス7足してマイナス4、これ1かける7しか思い浮かびませんから、4は出てこないですね、それゆえ、解の公式を使ってあります。 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b 事乗16ですね。マイナス4かける1かける7、4×1×7、なんですがマイナスかけるマイナスでプラスになるんですね。プラス28ということは x イコール2分の4プラスマイナスルート44、これが治りません、ね。x イコール2分の4プラスマイナス2ルート11。さあここで見てください。2、2、2持ってますね。ここで約分をすることができたんです。ですので x は全部約分して、ここ忘れないでね、約分忘れる場合が多いですよ。2プラスマイナスルート11、こんな答えが正解になります。いいですか。 x のここ、 x の係数が偶数の時は必ずどんな形でも約分ができるので、しっかり覚えてね。偶数の時は約分できます。ごめんね、ちょっとここ消しちゃうね。さあ1番はどうでしょう。わっ、待ってました。因数分解、イエーイですね。かけて5足してマイナス6ですから x-1 x-5、 これが出来上がりますよね。ですので x=1、5、 これはもう簡単に出てくるわけであります。さあこちらも因数分解できるでしょう。かけて24マイナスですね、足してマイナス5、ということが3パでいいですね。 x-8 x プラス3イコール0だから x は、8マイナス3という形で出てきます。こんな形になっちゃったら最後の問題ですけど、まずですねイコール0にしなくちゃいけないので、イコール0にするためこれをまず展開してイコール0持ってきます。整理します。プラス 9x マイナス5ですからプラス5イコール0、これでいいですね。ただしかけて5で足して9は出てこないですよね。なのでこれも解の公式入れておきましょう、ね。2a 分のマイナス b マイナス9です。プラスマイナスルート981マイナス 1×4×1×5 4、5、20ですね。ですので x イコール2分のマイナス9プラスマイナスルート61。この61もですね、残念ながら変化できないということになりますね。ですのでこいつで正解。もう一回ちょっと確認しておきましょう。ここの手の問題は平方根の考え方、 x の事乗イコール何とか、 x イコールプラスマイナスルート、こんな形の考え方で持ってみました。そして、真ん中あたり解の公式を使い始めます。解の公式がバッチリなんですけど、因数分解を先にやる、これが大事なことでもあります。因数分解ができなかったら解の公式を使おう、そのパターンで攻めていってください。まずは変形でこんな括弧の事乗とかが出てきたら、まずは平方根の考え方ができないかどうか、これも考えてね。そして次に因数分解ができるかどうか、これも考えて、できなかったら最後の砦、解の公式、これに代入してみましょう。さあちょっとね、今日悪かったね、皆さん復習してきて来週9月に頑張りましょう。では